ちは。こんにちは。さあ、はい、キャンプの、注目して、はい、見る見どころ、はい、パ・リーグ編。はい、セ・リーグだったので今回パ・リーグです。はい、西武からいきましょう。はい、まあ、西武はやっぱもう秋山が抜けたからね、はい、だから、まあ、センターのポジション誰がやるのか、はい、まあ、外崎を持っていくのか、うん、違う人を持ってくるのか、はい、まあ、福田が取れなかったからね。そうですね。だから、うん、まあ、外崎が入って山野辺っていう、うん、まあ、ファームで力をつけた、まあ、昨年も期待されてたんだけどね、一軍のキャンプでずっと帯同して、だけどまあ力出せずにファームに落ちてみたいな、うん、まあ、ファームでもそこそこの成績を上げてたから、うん、まあ、その方があのセカンドに入ると外崎が外野で使えるという、うん、でやっぱこうなんつっても打順だよね。秋山の一番ってまあ最高の一番だったから、誰が行くのかという、だから金子のその、はい、金子に期待はしたいんだけど、足とか考えるとね、うん、でも昨年のその打率では打たすことはできないと、うん、まあ、昨年もちょっと1番で試した時期もあったけど、うん、まあ、9番に落ち着いた。そのバッティングの成長はあるのかどうかっていう、はい、まあ、ここら辺も注目だよね、打手陣は、はい、うん、でピッチャー陣は、まあ、投手陣は、はい、渡辺 DM が、はい、GM がね、はい、言ってたように、まあ、言ってるんだよ常々、もう若手の投手王国にすると、はい、もうそのうち西武は投手王国だというようなことをこう教えてくれたんだよね、はい、まあ、確かに素質がある人はいる、うん、だから今井とか、はい、高橋光成だとか松本とか、うん、まあ、この選手たちが順調にキャンプを過ごすかどうか、はい、それとプラスその浦和学院から、はい、昨年ドラフト1位かな入った渡辺、うん、この子がいたら見てみたいね。どんなピッチングをするのか、まあ、球投げるのか。球はすごいと思うよ。あ、本当ですか。だから甲子園のいい時期が復活できてれば、うん、はい、すごいピッチャーになる。わ、見たいです。いや、見たいでしょ、ブルペンで見たいですね、渡辺投手、うん、だから、はい、まあ、ブルペンね、まあ、一軍に帯同できるのかどうかっていうのもちょっとわからないんだけど、はい、まあ、だけどいたら見たい選手、うんうん、体もでかいしね、はい、力はあるし、わ、なんか重い球投げそうですかね、ドスンドスンと、うん、まあ確かに、うん、ドスンドスン、なんかこうキレがいいんで、なんかドスンドスンって言ったらお相撲さんみたいになっちゃった。そうだよ、キレピョンピョンというね、うん、まあ、そんな球が投げれるピッチャーだよね。はい、うん、はい、さあ、ソフトバンクです。はい、ここはね、見どころっていうよりも全部が見どころだよ。もうすごい選手と揃ってますからね、うん、その中で見てほしいのは、はい、ティーバッティング、ティーバッティング、うん、まあ、誰かに投げてもらって、はい、バーンってネットに向かって打つ、はい、これをね、うん、見てほしい。え、なんで。これはね、セ・リーグの時に言ったけど、はい、ブルペンを対比してみろって言ったじゃない、はい、ヤクルトの時に、うん、いや、うちのファンのチームのブルペン見たらブルペンではよく見えるよ、絶対に、うん、だけど他のチームの見たら、うん、力の差があるみたいに感じる、うん、だけどこのソフトバンクのティーバッティングは他の球団を見てソフトバンク行ったら迫力が違う、うん、あ、そうなんですか。一球たりとも抜かない、全員全力で振る。もうすごいですね。これはね、王さんの教えなんだよね。とにかくバットは全力で振るって。もうそのくらいからずっと、もうなんかね、伝統になってんだよ。あ、だから俺らでも一生懸命振った方だけど、はい、最初のキャンプ行った時にそのソフトバンクのティーバッティング見た時に、はい、あ、これは強いわって思った。あ、じゃあもともとパワーのある、例えば柳田選手はもちろん、うん、その他の選手たちも迫力がやっぱりすごい、迫力がある。あ、じゃあだからここはね、ぜひ見てほしい、ティーバッティングですね、うん、はい、それとブルペンに入ったら、はい、耳栓しといた方がいい。もうね、キャッチャーに入る音が響き渡るよ、うん、そんなにすごいですか、やっぱりいい。あ、そうですか。あとは何と言っても出店、足元で、足元出店、これはね、いいよ、お祭りだね。楽しいですね。楽しい、楽しい。もうソフトバンクはちょっとね、楽しいお祭り気分で行くといいかもしれない、ね。まあそうだね。はい、次、楽天です、はい。はい。まあ楽天はやっぱり移籍組だよね。はい。移籍組。まあ鈴木大地がどのポジションをやらされてるかとか、うんうん、守ってるかというか、はい、練習してるかとかね、うん。まあそういうところはやっぱり一つの見どころだけど、はい、
っぱなんといってもやっぱキャッチャーだよね。そうですね、うん、キャッチャーいいキャッチャーになりそうな選手っていうのはたくさんいるんだよ、はい、だけど抜け出せないというところから、うん、まあ、今年のキャンプでやっぱこうね抜け出してほしいなって思うのが、はい、山下とか山下、太田選手、うん、堀内選手、はい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 、とかいるよね、うん、その中でねバッティングがいいのは山下なんだよ。やっぱすごいパワー持ってるし、はい、ただキャッチャーとしては少し足りない部分があるというね。そこを補えたら、あ、だからもう死に物狂いでキャッチャー取ったら、はい、うん、まあいいピッチャーいるからさ受け答えあると思うよ。そうですよね、楽天でブルペン行くと、はい、まあ則本いて岸いて、うん、涌井いて、はい、牧田いてみたいな、これが並んで投げてごらん、すごいですね。それは一見の価値あるよ。見に行きたい。みんなね、まあ牧田はちょっと変則だけど、はい、みんなこぞって綺麗なフォームで投げる。フォームいいですね。フォーム見るっていうのも、うんうん、でね、俺藤田さんが生前、はい、まあ、巨人の監督やられて解説者になった時に、うん、俺ブルペンの見方って分かんなかったのよ、はい、で藤田さんに聞いたことがある、うん、でブルペンってどうやって見るんですかって言ったら、うん、だからバッティングも一緒だと思うけど、癖のないかっこいい投げ方をしてるやつって、うん、いいピッチャーだよって、綺麗なフォームで投げてるピッチャーがあって、うん、揃ってるから、楽天はもう芸術を見ているような感じじゃないですか、並んで、うん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 、だからまあそこら辺もブルペンに足を運んで、はい、こう予定表があるから、あ、そこに背番号を打ってるから、ね、誰がブルペンに入るって分かるから、うん、大体この4人っていうのはセットで入ると思う。多分ね、人もこの時すごいでしょうね。いや俺も見たいね、この並んで投げてる姿。もう動画撮りたいぐらいですもん。いや、動画撮っていいかな。あ、撮って大丈夫ですね。撮って大丈夫。じゃあもうこの4人がセットで投げてたら撮りましょう。はい、はい、続いてロッテです。はい、ロッテもやっぱこう移籍組だよね、はい、うん、松田がレギュラー争いしてんのか、はい、レギュラーとして扱われてんのか、うん、まあ、そこら辺の見どころだし、あ、福田ね、はい、あ、福田ね、うん、俺なんつった松田松田ね、なんでだろう、なんかソフトバンクをこう引っ張ってきてる、やっぱソフトバンクの威力はすごいな、ね、福田選手です福田ね、はいはい、それでなんと言っても、うん、やっぱ若手が伸びないとさ、うん、よくない、だ安田、はい、藤原、はい、こういった選手が伸びてくれると、うん、やっぱりロッテとしても楽だろうし、はい、でサードのポジションというか鈴木大地が抜けた分だけね、うん、空いてるわけだから、そうですよね、だから誰がそこのポジションを埋めていくのかっていう、うん、もう最大の若手にとってはチャンスなんだよね、はい、だからここら辺を誰が勝ち取るのかっていうのがね、うん、やっぱ見ものだよね。そうですね、はい、でピッチャー、まあ、ブルペンとしてはまあ三馬とかね、あ、そうですね、楽天から来ますね、まあ大崩れするピッチャーではないと思うから、はい、まあ順調にはやると思うけど、うん、ただチームに馴染めてるのかどうかっていうのがね、はい、やっぱ一つ問題があるよね。そうですね、うん、だからまあここら辺のコミュニケーションとかうまく取れてるのかなって、うん、そう投げてる姿だけじゃなくて、うん、あの普通のところの、はい、ちょっとした、まあ、例えば一人でいるとか、はい、そうなってくるとまだ馴染んでないなと、うん、馴染んでなかったら働きにくいからね、あ、力が出せないとか、うん、そういうことになってくる時があるんでね、はい、まあ見間なんかは大丈夫だと思うけどね、うんうんうん、だからまあそこら辺もキャンプでは要チェックと、はい、人間関係、人間模様です ね、ロッテは、はい、続いて日本ハムです、はいはい、これはなんといっても球場だよね新しい球場あ、そっか、あ、新しくなってる、え、情報入ってない、いや俺わざと入れてないから、いやこんな情報もう行って、うん、もう最初にもう何の真っ白の状態で見たいよね、わーっていうね、名越がどんなのを作ったのか楽しみですね。楽しみだよ。で、日本ハムがどういう要求をしてたのか。あ、球場作るにあたって。そうそう。で、まあ、確実に要求は出してるからね。はい、こうしてください、ああしてくださいと、うん。こうしましょう、ああしましょうっていうのはね。はい。はい、うん、あとは選手はやっぱ清宮だよね。そうですね。うん、清宮が、その手首の手術からね、うん、ちょっと状態があんまり良くなくて、うん、でもそこら辺がうまく機能し始めるのかどうか、手首がね。うんうん、まあ、そういうところも見たいし、はい、で今年は飛躍の年にしなきゃいけないから、もうそうですね、もう本当に村上があれだけ打って、うん、清宮世代から村上世代になっちゃうぞみたいな、確かに、まあ、そういう危機感を持ってやってほしいし、はい、まあ、それだけのそのなんだ清宮世代っていう名前をつけられた
責任もあるしね、はい、まあ、勝手につけたんだけど、ね、こっちがね、まあ、まあ、言ってしまえばね、まあ、でもやっぱ嬉しいことじゃない、うん、まあ、そう自分の名前がね、うん、それだけ、そうそう、だからこれずっと残っていくわけだから、はい、だからそこら辺はあれしてほしいなと思うね、うん、頑張ってほしいと思うし、はい、まあ、なんといってもビアネウェアを取って、うん、そこはサーブができるのか、はい、それとも他のポジションに生かされるのか、うん、であそこはショートだよね、中島拓也と石、はい、ショートサード争いですね、まあ、そうだな、はい、まあ、ここら辺のポジションが落ち着くと、うん、日本ハムもこうなんかチーム全体が落ち着くというかね、はい、うん、まあ、そんな感じがしますよね、はい、あとは中田翔の体、うん、え、バッティングじゃなくて、バッティングは打つから、はい、ね、はい、なんか鍛えたのか知らないけどさ、はい、情報によると、はい、なんかヘラクレスみたいになってる、すっごいじゃないですか、だから相当鍛えたんじゃないの、わ、見たいですね、だから裸でやれってやらないし背中を マジックで言うよ、背番号書いてね、中田って書いて、中田って書いて、そんなおかしいでしょ、まあ、まあおかしいけど、うん、いや、なんかそのぐらいなんかこうオフにやったっていう情報を聞いたけど、それ豊さんが例えば言ったらちょっと見せてくれたりとかする、うん、いや、そりゃそうだよ、見せてくれるでしょ、うわ、ちょっと写メ撮っとく、そうですね、ヘラクレスで、ヘラクレス、いや、じゃあその体もね、体つきもちょっと、そうそうそう、はい、どうやって、だからその体つきを見て、うん、今年にかけてるとか、はい、やる気も、まあ、全球団分かるからね、うんうん、まあ、例えば好きな人だったら毎年キャンプ行ったりとか、はい、いろいろしてると思うけど、はい、あれ、この選手ちょっと体変わったって言ったら、うん、相当やっぱりかけてるから、やってるから、はい、だからそこら辺も、うん、やっぱこうユニフォーム越しに想像を巡らせて、うん、見てほしいなと。ね、はい、はい、で最後オリックスです、はい、やっぱ AJ だよね、まあ、ここですよね、本当に来るんだろうなみたいなまず存在確認から始めましょう、まあ、存在確認どうか、ね、うん、もちろんね、はい、でも行ったらすぐ分かると思う、多分オーラが違うと思う、あー、そっか、まあ、こう光ってんじゃない、光ってるように見えるってことですよね、いや、そうそうそう、うんうん、浮き出て見えるいろんな形容詞使いますね、そのくらいすごい、やっぱすごいと思うよね、うん、だから それでチームの雰囲気が変わってるのかどうか、うん、ああ AJ の存在があるので、そう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 、うん、だから気使うっていうことは多分ないと思うけど、うん、まあ、AJ も多分仲間っていう形でスッと入れば、うん、チームがなんか一つにまとまりそうな感じもするよね、そうですね、うん、あと選手も AJ バッティング練習してる時見てそうじゃないですか、まあ、そうだね、うん、だから吉田正尚なんかはすごく気持ちが楽かもわからないね、今年は一人じゃないから、うんうんうん、だからそういう意味では AJ の存在価値、うんうん、チームを一つにまとめる、はい、まあ、あの西村監督にも出てもらったけど、はい、やっぱいい選手はたくさんいるんだけどって、うん、やっぱこう誰がリーダーでまとめるのかっていう、うん、まあ、そこがやっぱ問題だと、はい、で吉田一人ではやっぱまだ荷が重いという、これが AJ が入ったことによってどうチームの雰囲気が変わってる、はい、これは見たいよ、ね、楽しみだよね、AJ 楽しみにしましょう、はい、で、まあ、ブルペンは山岡、はい、山本、はい、この2投手、まあ、今年もフル回転してくれるのかどうか、はい、まあ、ここら辺はやっぱこう疲れがね、うん、抜けてるのかどうかっていうのは要チェックをしたい、そうですね、うんうんうん、出来具合なんかも見ていきたいです ね、はい、もうこの彼が鳴ったのでじゃあ そろ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 締めろという、まあ、大体どこで撮ってるか勘のいい人は分かるよ大体分かりますかね、はい、じゃあちょっとね、パリーグはこういったところを、はい、見どころにね、はい、楽しんでください、はい。